ースというのがこのティラモナイトの動画を投稿したんですけれども、それの再生回数なんとこの紙の裏に足の組み立てを追加しましたので、ここをね見て組み立ててみてください。今回その塗装の例をねある方に頼みました。それがこちらとなっております。 Non-Japanese can also purchase。 そしてここからが重大報告となります。なんとこのティラモナイト、こんにちは、スタルケルです。皆さんちょっと今日はめちゃくちゃ重要なご報告がありまして、こうやってね動画を撮らせていただいております。まあ、このティラモナイトに関するねご報告なんですけれども、今回の動画ではまず1個ティラモナイトに関するニュースと、あとティラモナイトのあの変更点がありましたので、変更点と、あとその重大発表と、最後あのティラモナイトのなど塗装例がありますので、この4つちょっとね話していきたいかなと思います。でまずこのティラモナイトって何っていう方のために簡単に説明をしますと、このスタルケルが初めて作った変形玩具となっております。でこれガレージキットですね。でガレージキットっていうのは会社とか企業ではなく個人の人がこう作ってる、なんかプラモデルとかみたいな感じでこう組み立てができたりするようなこうフィギュアのことですね。いやということで、ちょっとこのまずねティラモナイト、自分がもう変形玩具が好きすぎて作ったっていうねロボットなんですけれども、可愛い恐竜からこういうちょっとねかっこいい系のロボットに変形するっていうものなんですけれども、これのまずニュースというのがこのティラモナイトの動画を投稿したんですけれども、それの再生回数なんと30万再生を超えております。ありがとうございます。いやこれ本当にすごいことだと思ってまして、というのもこのまず自分全部日本語で喋ってるんですよね。でレビューしてるのはこのティラモナイトだけで、しかもこれはもう自分が全部デザインとかもあの設計デザイン設計で製造、その 3D プリンターでねとか、あとまあ動画も全部自分でやってるものなので、その自分が生み出したものがこんなにね広く知れ渡ってもらえるっていうことにまず自分はすごい嬉しいなと思っております。日本だけじゃなくてなんと世界で結構再生されてまして、あの例えば韓国とかベトナム、インドネシア、あとアメリカ、オーストラリアとかいろいろ本当世界中で再生していただいてめちゃくちゃありがたいですね。まあ、というのがまず1個ご報告です。そして次ティラモナイトの変更点について話していきたいと思います。ティラモナイトは、はい、こんな感じの、はい、パッケージの箱に入ってまして、でこう、まあ、この詳しい説明はまた動画であるので概要欄から見てください。で前ねレビューした時にあれなんですよね、この組み立ての説明書で足のね組み立てが抜けていたんですよ。なので、はい、この紙の裏に足の組み立てを追加しましたので、ここをね見て組み立ててみてくださいっていうのが一つと、あとあのちょっとこう破損しやすい部分、まあどうしてもこう 3D プリンターなので破損しやすい部分が結構あるんですけれども、まずこのティラノの顔ですね、まあ、こんな感じで造形してるんですけれども、ここにグッとこうね腕をはめた時にちょっと割れたりするってことがあったので、まあ造形の向きを横から縦に変えてみましたというのが一つと、あとここの足の内側ですね、ここ結構薄いんですよね。なのでそこちょっと太くしました。はい、まあ、若干なんですけれども 1.5mm、 2mm ぐらいかな、うん、そのぐらいちょっと太くしましたっていうので、まあ、若干あの破損防止をしております。まあ、してるんですけれども、なんかまた他のところでね、あのやっぱり 3D プリンターのものなので破損はする可能性はありますね。はい、というのがあの変更点ですね。はい、そしてここからが重大報告となります。なんとこのティラモナイト発売開始します。いやついに
ついにですね、もうめちゃくちゃお待たせしました。あのコメントでめっちゃいつ発売なんですかとか、あと海外の方からもね、これは売ってるものですかっていうコメントがたくさんあって、いやね、もう3月中と言ってたんですけれども、あの伸びまして4月、そして今回まずちょっと在庫が、あの全然ね、あのまだ用意できてないというのも、まあ、結構時間かかるんですよ、これ用意するのに。なのでとりあえず予約販売という形で開始させていただきます。はい、というのでまずこうなんだろう、だから買ってすぐ送るんじゃなくて、なあの皆さんが買っていただいて、それでこう製造がね、あのどんどんこうできて、在庫数がのこうできてくればこう発送っていう形にしたいと思います。そしてあのもちろんあの海外の方も購入できるようになっております。 Non-Japanese can also purchase. You can purchase it from the description website. Please use TENSOL CON when you make a purchase. ということで、もう日本、世界、もう全ての人が購入できます。で、まあ、もしかしたらこのなんだろう、販売製造状況にもよるんですけれども、あのもしかしたら1ヶ月2ヶ月とか3ヶ月とかの後のお渡しになる可能性もあります。本当にどのくらいね、あの注文が来るかも分かりませんので、はい、まあ、ということで概要欄からね、ぜひあのブースのリンクを貼っておりますので、そのブースからぜひ購入してください。でこの動画の最後にそのブースの、あの購入の仕方とかもちょっと軽く触れていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。そして今回なんとこのティラモナイトを、まあ、このティラモナイトを購入したら塗装をしたり改造したり、もう全然やってもらっても OK なんですよ。あのもう削ったりとかもね、全然やってもらっていいので、今回その塗装の例をね、ある方に頼みました。それがこちらとなっております。どうでしょうか。なんとティラモナイトメタリック塗装ですね。あ、キャンディー塗装かな。はい、ということでもう何層もねこう塗装していただいて、こうめちゃくちゃもうこの表面処理もねめちゃくちゃ綺麗なので、こう美しいですよね、表面が。でこれを塗装してくださったのがヨチさんですね。あのデジモンとかあのいろいろあの塗装をね普段されている方なので、あのツイッターのリンクね概要欄に貼っておきますので、気になった方ぜひフォローしてみてください。いや本当にありがとうございます。いやでこの青がこう、青とこの金色の部分ねがこういうキャンディー塗装になってまして、であとこの一応目もね見てください。目が普通のティラモナイトだと黒なんですよ。はい、なんですけれども今回このパッケージに合わせてこの緑でね塗装していただきました。めちゃくちゃかっこいいですね。でなんとこの白と黒は艶消しなんですよね、このメリハリ。いやー素晴らしいですね。でこうしっかりとこうね、こうね口を開けたりとか、もうちゃんと稼働もするっていう、いやめちゃくちゃかっこいいですね。やっぱり塗装するとまたガラッとね印象が変わりますよね。めちゃくちゃかっこいい。はい、まあ、という感じで、はい、もうめちゃくちゃこれクオリティ高いですけれども、はい、もう全然どんな感じで塗装していただいても OK です。なんかウェザリング塗装とかね、汚し塗装みたいな感じでもいいですし、全く青じゃなくて赤とかにねしていただいてもいいですしね。はい、でまあちょっとこの 3D プリンター、まあ、一応素材 ABS なので、ちょっとねこういろいろと塗装をね気をつけながらやっていただきたいと思います。まあという感じですね。ということで最後に、このブースでどうやって購入するかのやり方ちょっと見ていきたいと思います。それでは今から購入の仕方見ていきたいと思います。まずはこの概要欄のここですね、購入はこちらからと書いているここのリンクをクリックします。でそうすると、はい、このブースのね画面に移り変わりますので、あ、今ちょっとあの非公開中って出てるんですけれども、あのこの動画上がってる頃にはあの公開にしてますので、 あとスマホからあの見てる方はちょっと画面が違うかもしれないんですけれども、はい、こんな感じになってます。この
おもちゃが大好きな玩具系 YouTuber が作成するオリジナル変形合体ロボガレージキットディーラーということで、スタルケルの変形玩具というこのブースのページに来たら、はい、あで一応このペイパル、クレカ、コンビニ決済、楽天ペイ、銀行 ATM で決済 OK ということで、いろんなね、あの購入方法できますので、はい、でこんな感じになってます。で下行くと、あ、来ました、はい、フィギュアデフォルメ合体ティラモナイト、こちら、はい、この発送予定日、まあ、6月30日頃にしてますけれども、ちょっとここはね、わからないです。でこの値段5000円です、はい、ということで、この値段にをこう納得できるよっていう方、ぜひご購入してもらえると嬉しいです。そして、あ、ちょっとこの、まあ、写真、この動画も以前自分がね投稿した動画いろいろ見れます。そのレビューと、あと組み立て方と変形解説ですねっていうのあるので、ぜひ購入前に参考にしてください。であとはこの商品の写真などこういろいろ載ってます。ポーズ撮らせたりだとか、このぐらい稼働するよっていうね、あとこう めっちゃ可愛いねところとか、かっこいいところとか、いろいろ写真撮ってます。あと説明書のね画像とかもあります。でこのディスプレイの写真とかも載ってますということで、いろいろ見てみてください。でこのなんとなんか商品説明書いてますね。ちょっと読んでいきますか。ある日博士は奇妙な光景を目にする。それは行動を共にするティラノサウルスとアンモナイト2体の行動に見とれていると、博士の後ろから黒いロボットが。その瞬間ティラノサウルスとアンモナイトは合体してティラモナイトになり、博士を謎のロボットから助けたのだった。戦闘後ティラモナイトは力を使い果たしたのか、大きさが縮んでしまっていた、かっこ約11センチ、これティラモナイトのこのガレージキットと同じ大きさですね。彼らに恩を返すため博士は縮小化してしまったティラモナイトを抱え研究室に戻るのであった。数日後博士の研究室に広がっていたのは大量のティラモナイトたち。なんと博士はティラモナイトを 3D スキャンし、組み立て式のキットとして販売しようとしていた。博士、君もティラモナイトを助けるために手伝ってくれ。簡単組み立て、色分けパーツ、変形&合体、君の手でティラモナイトを復活させようということで、3D プリンターで製造しているので、開けたらそのまま組み立てられるよ。括弧一部接着剤が必要です。4色の色分けパーツにより塗装なしでも再現ができる。アンモナイトの目のみ塗装が必要です。恐竜からロボットへの変形&合体、そしてアクションも決められるということで、こういうストーリーに、なってるんですね。ってことはこれって博士が販売したりしてるんですかね。まあ、ということで Q&A ですね。まず1個目、欠品があった場合どうすればいいですか。はい、アンサー、お手数ですがスタルケルのツイッターのダイレクトメッセージもしくはメールアドレスにご連絡ください。こちらが全て負担しますということで、はい、Q2、パーツを紛失破損させてしまいました、どうしたらいいですか。アンサー、スタルケルのツイッター DM もしくはメールアドレスにご連絡ください。破損の際はパーツ代、あと送料など負担していただくことになりますので、ちょっとご了承ください。そして Q3、 組み立てや変形を動画で確認したいですということで、説明書に記載してある QR コードを読み取るとすぐ動画に行けます。またこのね、ブースのページにさっきありましたけど、あの動画埋め込んでますので、そちらご覧ください。レビュー動画もありますと。そして Q4、 改造塗装はしてもいいですか。アンサー、ご自由に改造加工塗装していただいて構いません。ただ素材が ABS のため塗装の際はお気をつけくださいと。で改造加工塗装した際ぜひ Twitter でね投稿してシェアしましょう。はい、自分もねリツイートとかしたいと思います。そして95、子供でも遊べますかということで、アンサー、対象年齢としましては組み立てを含めると15歳以上を想定しております。パーツの加工が必要な可能性があることと、一般的に発売されているおもちゃに比べ耐久性が、ない箇所、低い箇所ですね、いや、細かいパーツ、尖ったパーツなどがあるためです。保護者の方が危なくないと判断された場合のみ、購入お願いしますということで、組み立てられる方がいたりとかね、安全に
使用できるって判断した際には大丈夫だと思います。そして、ナンバー01ってことは次も考えてるんですか。そう、これナンバー01って書いてるんですよ、箱に。はい、ということでアンサー、考えてはいますが、世に出るかはティラモナイトの売り上げ次第になってしまいます。あ、これおそらく博士が答えてると思いますね。はい、ティラモナイトがたくさんね、購入されれば、ナンバー2がね出る可能性がありますということで、はい、あ、最後になんか博士が一緒に暮らして分かったデータがまとめられてますね。まずティラノサウルス、めちゃくちゃ頭が悪い、何でも食べようとすると。ほう、アンモナイト、めちゃくちゃ頭がいい、たまに喋る。ほう、そして最後ティラモナイト合体時、頼りがいがある、右腕がたまに暴れるという感じなんですね。はい、で最後米印、 FDM かっこ熱溶解積層方法式の 3D プリンター品のため、積層跡や傷、個体差によるパーツのはめ合いが緩い、きつい箇所などがある場合があります。そう、あるので、なんだろう、パーツを太らせたり削ったりできる、はい、技術は必要ですね。なんか普段ガンダムとかガンプラ系組み立ててたりとか、あとこうなんかね、太らせたりパーツ本当関節太らせたり削ったりしたりできる方なら、もう余裕だと思います。そして次、その他気になることがあれば何でも聞いてくださいということで、ツイッターでもいいですし、この動画のコメント欄でもいいので、いろいろね、わからないことがあったら聞いてくださいという感じになっております。購入方法ここですね、予約注文する、ここ押すと購入できます。 あとぜひこの好きをねこう押してくださいね。はい、好きだと思った方ぜひ押してください。はい、という感じになります。ついに発売されますので、まあ予約ですけれども、皆さんどうかこのティラモナイト、そして博士ですね、ティラモナイトたちと博士の応援ぜひよろしくお願いします。ということで、今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。